はい、皆さん、こんばんは。おはようかな、もう。今日はですね、2017年12月の1日、いよいよ12月に入りましたね。12月はどんな月になるかね。朝方の3時53分でございます。よろしくお願いします。私、前枠でですね、お酒を、梅酒を久々に4杯ほど飲んでおりましたよ。これくらいのコップで、なみなみついで4杯飲んでおりますので、いい感じに出来上がっております。よろしくお願いします。はい、ジンさんいらっしゃい、バーコードさんいらっしゃい。いや、俺はトーク、実はトークについてすごい勉強をしたことがあって、絵でもトークでもギターでも何でもいい。表現って呼ばれてるものの本質の話をつく。みんないらっしゃい。でね、心なんだよ。これは技術じゃない、テクニックじゃないんだよ。心なんだよ。すげえ大事なことで。みんなはどっち？心なんだよ。要はね、プログラマーってコミュ障が多い。でも、すごい美しいプログラムを書ける。映画監督、コミュ障、俳優とかコミュ障多いでしょ？漫画家も多い。喋りが下手だから何かを伝えたい。だから美しい絵を描こう。美しい歌を歌おう。美しいギターを奏でよう。美しいものを作ろうって。それでいいじゃん。トークに技術なんかないんだよ。心を開いて喋ろうよっていう。心を開いて聞けよって。心を開いて文章を作れよって。心を開いて絵を描けよ。心で奏でろよって。それができれば何でもできると思ってるの。要はね、自分の心をかっぽじるんだよね。そう、表現は何でもいい。だからうまく喋ろうっていうのが間違ってて、心を開いて伝えようとした時、人は響くと思ってんの、俺は。一生懸命伝えようとしてる人の力になりたくなる。トークなんてものは別にうまく喋ろうとかどうでもいいんだよ。心を開いて本気で語るかどうかなんだよ。本音を語るかどうか。そう、本当の音だよね、本音。初見さんいらっしゃい、楽しんでてください。そう、それがすごく重要。だから心みたいなものを俺は大事だと思ってる。そこに言葉っていうのはいろんなテクニックがある。喋り方、構成、組み立て、抑揚、いろんなものがある。でもね、心がこもった言葉っていうのは言霊って言って、言葉に霊が宿るんだよ。そう、俺はそれはあると思ってる。言霊を使えるかどうか。使える時もあれば使えない時もある人もいる。言霊を常に出せる人もいる。だけど、要はね、霊って魂のことでしょ？言霊。言霊を使えるようになるのが俺は本質だと思うよ。喋りが下手でもいい。俺はそれは矢沢永吉がそうだと思ってる。言ってることめちゃくちゃ。あと、長渕剛なんかも言ってることめちゃくちゃなんだよ。ライブでね、日本人の心を忘れてねえかって、お前ら、桜島バックに、日本人の心取り戻せ、アメリカかぶれなんてやめちまえって言ってんだよ。あ、すげえな、長渕さんって。言霊だわっつって。紹介する、聞いてくれ、新曲だぜ、クローズヨアイズ。英語じゃんって。愛犬の、俺のパートナー、愛犬を紹介するぜ、カモン、レオ。カモンって、レオも英語だし。嘘だろ。最後、アバヨっつって、ハーレー・ダビッドソン乗って帰るからね。嘘つきでしょ。だから、何を言うかじゃないんだよ。何を言うかじゃなくて、魂込めたら響くんだって。だと思うよ、俺は。そう、言ってることの内容は間違ってるじゃん。面白いじゃん。全部間違ってんだろうって、冷静になったら。でも響くんだよ。かっこいい長渕って。ついてく兄貴って。俺はそれが本質だと思ってんの、人間の。矢沢永吉もそういうところあるじゃん。よく言ってることわかんねえの。矢沢永吉とか、マイケル・ジャクソンとか、ジョン・レノンとかもそうだと思うよ。彼らは、だから喋りは下手かもしんないけど、そう、心開いて喋るし、心開いて歌うから、涙が出るんじゃないの？歌の中に。俺は、だから、やり方じゃなくて、あり方だと思ってるのよ。やり方とかテクニックの話ばっかりしてるやついるけど。本質的に間違ってなかったら美しいんだよ。本質的に間違ってなかったら美しい。腹痛いでしょ。そう。これがトークスキルってやつね。
今の思いっきり自分のメモ帳に書いてあるやつ。トークスキルってやつ。思いっきりお前テクニック使ってんじゃないかって。お前のネタ帳の中の引き出し開けただろって。お前思いっきりバリバリトークスキル使ってんじゃないかって。そう、まっすぐなんだよね。で、まっすぐなものはやっぱりかっこいいよ。まっすぐなものは美しいんだよ。思いっきりテクニックだよ。わかる人にはわかる。逆説的に言うと、あんまりにも理路整然としすぎるとパーソナリティが見えてこなくて響かん。あ、そうだと思うよ、やっぱり。俺ね、俺本当にドメンヘラの女の子、いや俺のリスナーメンヘラ多いじゃん。でいいのよ、俺の支持層っていうのはメンヘラの女の子たちだよ。まあ女の子つかババアだけど、まあメンヘラのババアがツイッターのタイムラインに書いたの。これがすごく響いたの。もう何言ってるか分かんない子なのよ、普段は。メンヘラで。もう友達もいないんだよ。だけどその子のタイムライン俺響いた。何が書いてあったか。女の子の悩みなんて抱きしめてもらえば全部解決するのに。すごくない？女の子っていろんなこと言うの。めんどくさいこと言うの。メンヘラの子も言うの。でも、抱きしめてもらったら全部解決するのに。俺すげえかっこいいと思って。ロイドすごいわかるじゃん。響く響く。抱きしめてもらう、痛いの。愛をこう人なの。愛して、いろんなことするの。間違ってリストカットもしちゃう。かまってほしい。抱きしめてほしいんだよって。すげえと思ったよ。この子は本質、心を開いてるって。そう。女の子はいろんなこといろんなこと言うけど、いろんな間違った行動もするかもしれない。でも私は抱きしめて、好きな人に抱きしめてほしいって。タイムラインとか見るよ、もちろんだよ。だからそのクローズを、だからその LINE、 要は俺と深くつながりたい人は LINE 登録してっつっての。 Twitter とかだと世界の人が見えるようにコメント書くじゃん。わかる？どんな人でも検索したら見えるように書く。いや建前ってやつ。でもクローズドな空間、 LINE っていうのは登録した人しか見えないから、だからリスナーさんがこういう人なんだとかいろんなことが分かってくる、うん、そう。俺はね、ロイドね、俺はねすごく思うのが、俺はメンヘラはある意味メンヘラじゃないっつってんの。世の中はめちゃくちゃなカオスな状態。俺が子供の頃から地球を見てきて、地球ってめちゃくちゃなんだよ。美しかったりするん、多様性揺らぎ、いろんなものがあるけど、人間が考えてるように理路整然とはしてない、この世の中。でもそんな地球、そんな揺らぎがある地球でまっすぐ生きようと思ったら減らるよ。こんなに狂ってる世の中でまっすぐ生きたら減らるよ。だから俺はのんちゃんを美しいっていうの。のりこはまっすぐまっすぐ歩いてる、うん、傷つきながら生きてる。だから心がボロボロになってくる、うん、LINE だと近いね、関係性はね、うん。あ、それについて、トツ全然構いませんよ。トツかけてきてください、全然。トツかけてきて。いや、のんちゃんは綺麗だよ、心が。俺は大好きだよ。だから年齢のこととか顔がとか、そういうことを言うのは、俺は悲しい、そんな人がいる世界が。うん、俺はそんな悲しい、うん。俺はもっと、なんか、もっとぐちゃぐちゃな世界だけど、ぐちゃぐちゃな世界だけど、もっとその多様性を受け入れて、ぐちゃぐちゃな世界を受け入れて、そう、もっと本質的なものを見たい。そう、金とかも欲しいけど、金も欲しいし、仲間も欲しいし、名誉も地位も全部欲しいけど、でももっとキラキラしたものがある。だって昔はね、2000年前ぐらいに金なんかなかったんだよ。うん、金なんてもんはここ最近できた文化なんだよ。そんな金にとらわれてるのは俺は滑稽だと思うよ。金で幸せになれるとかさ、金はもちろんいろんなことが便利に買える、うまいもんも食える。でもね、俺はね、好きな女とセックスしたり仲間と語ったりとかの方が幸せだと思わねえ。仲間とうえーって好きなこと語ったりとか、遊んだりとか、好きな女抱いたりとか、家族がいたりとか、そういうことだったろう、そもそもは。金なんかいつから必要になったんだって。金じゃ人の心変えねえぞ。
風俗嬢とセックスはできても風俗嬢は好きになってくれないからね。抱きしめてくれないぞ。だから俺は、なんて言うんだろう。全部手に入れてえと思ってるけど、一番は金じゃねえかんなっていう。一番欲しいのは金じゃないよ。だから言うの、子供がいて大変だっていうお母さんのリスナーさんとかからメッセージ来たら、あなたはどれだけ今尊いことをしてるんですかって。子供子育て大変で、あなたは未来を作ってるんだよって。あなたの子供が日本になるんだよって。あなたは今国を生んでるし命を生んだんだよって。俺はね、子供を産んだ母親に対するリスペクトが低いと思ってんのよ。もう金とか不動産とかビットコインとか笑わせんなよっていう。そんなのは後だよ。宝は子供だろ。どんだけ尊いことやってんだよって。命を紡ぐことが最優先だわ。だからあなたは生物として、もうそう、母親すごいんだよ。とんでもないことをやってんだと。もっと誇りを持てと。で、恋がしたいとか、なんか、暇だとか、そんなくだらねえことはほっとけと。とりあえず子供を育てろと。そんなに楽しいことねえだろ。ああ、医師の、あれだわ、釈迦、病院連れてったわ、今日。ありがとうね、心配してくれる釈迦のこと。やっぱ、医師の言う通りだった。ストレスだ、むしってたわ、自分で。自分でむしってた。健康状態はすごくいいんだけど、ストレスだって。俺はだから、なんかこう、もっと自分の生活、芸能人のテレビとか見るな。相撲協会がどうとかどうでもいいし、北朝鮮がどうでもいいんだよ。くだらねえと。もっと子供が笑ってるところに笑え。会社の部下が仕事成功した時に泣いて喜べ。リスナーさんに恋人ができたとか、みんなで喜ぼうよっていう。もっと身近なものを愛すことができないのに、世界の端っこで起こったりとか、その世界、自分の世界と関係ないことにコミットするのやめようよ。何がビットコイン便利だよ。ビットコインは中国の送金の手数料が安いって、お前中国に行ったことあんのかよ。使ったことあんのかよ。中国に取引先いんのかよ。いねえだろ。そう思わねえ。意味がわかんねえんだよ。意味がわかんないでしょ。ビットコインはすごい。世界中のどこでも送金が可能なんだよ、ワド。お前海外行ったことあんの？ねえわって、ね。お前には必要ねえわ、それ。ただ金儲けたいだけだろ、つって。そうだったわ、つって。そんなことよりも女を口説けと。おまんこの話をしよう。そんなビットコインが便利とかもうどうでもいいわ。いい女を作れ。ブスでもいいから。愛するものを作れ。仲間を大事にしろ。ビットコインなんかどうでもいい。いや、お母さん大変なんだよ。だから、俺らもケアしないといけないと思ってんの。母親をディスるんじゃなくて。みんなも、お母さんもストレス抱えてる。違うんだよって。尊いことやってるんだよって。その時バレーニョが言ってやれよ。可愛いお子さんですねって。その時に、ビンタしたくなるじゃなくて、かがんで、どうした、悲しいことあったのかっていう、おっちゃんにならないと。なんで泣いてんの、坊主。雨やるよ、とか。それも無関心になるから。もっと、その問題に対して俺らも深くコミットしていかないと。深くコミットしていかないと。仲間もね、裏切ると秒でなくなるよ。リスナーの信頼なんか一瞬でなくすことできるよ。俺は知ってるんだよ。そう。信頼とか信用を勝ち取るにはすごく膨大な時間がかかるけど、その信用を崩すのは一瞬でできるよ。俺が今のりこに雑なことやってみ、 DV してみ、俺がのんちゃんのことをひどいことしてみ、ここにいるのんちゃんのこと好きな人とか俺のこと好きだって言ってた人全員失うよ。
だからのんちゃんを大切にするってわけじゃないの。人の目を気にしてないけどね。俺はのりこっていう人間が好きでお付き合いをしてるから。そう、信用崩すの早いよ。でも時間をかけて絆ができた絆っていうのはなかなか簡単には壊れないとは思ってるけどね。深くコミットして深く関わって、同じ釜、俺なんか石野と1ヶ月か同じ釜の飯食ったんだから。だから石野と会えた時にすごく嬉しかったしね、居酒屋で話した時にね、元気だった時に。変わった部分もあれば変わってねえ部分もあって。まあ石野はどうなるのか楽しみだな俺は。石野がどんな男になるのか。 LINE かかってこねえな。深い部分っていうかね、結局ね、なんつうんだろう、神みたいな運命とか因果律とか、結局ね、必要な人間と必要な人間とお前らだろうって、嫌い同士でもいいのよ。出会うべくして出会ってると思う。ぴったしカンカンになるんだよ、カチッと。お前らなんかやれって。そう、2人で旅行でもいいし、旅でもいいし、何でもいいんだよ。絵描いてもいいし、映画作ってもいいし。なんか運命みたいなのあると思うよ。出会うべくして出会うやつがいると思ってる。お互いに。そう。で、役割がある。ペンペンはどっち？でも一番最高の人間関係っていうのは、なんかそいつのために動きたいってお互い、だから一番気持ちいいセックスを俺は教えてやるよ。自分が気持ちよくなることを考えるなっつっての、最高のセックスは。女の子は男を気持ちよくすることだけ考えろって。男は女の子を気持ちよくすることだけ考えろって。それが最高のセックスだよって言ってんの。そう、フェラしてっていうやつは最低なやつだからな。俺は考えられねえよ。フェラしてっていう男は最低な男だよ。フェラさせる時間があるんなら、クンニをしろっていう。わかる？フェラさせる時間があるなら、クンニをしろ。それがセックスだよ。そしてそれが人間関係だよ。どうしよう、まだ飲む？何杯目これ？ 4 杯目が終わったの。これ糖尿になるんじゃないのこれ。どうしようかな。腹減ったんだよな。飲む？どうする？みんな。まだまだ行くの？のんちゃんに怒られたんだ、あんま酔っ払ってると。なんでこんな飲んじゃったのって言われちゃうから。クンには味が無理。お前最低だわ、本当に。最低だわ。クンにしないのは最低だわ。最高のセックスだから。いや、でも実際そうでしょ。実際最高のセックスはそういうもんでしょ。それが嫌だったらオナニーしてろって話だから。センズリこいてろ。ピザ食いて朝まで起きてんの？タフだね。どうしようかな。飲もうか迷ってんな。乳首舐めてっていうやつはもう最低だ、ほんと。風俗に行ってお金を払って、風俗嬢に本当に気持ちよかったありがとうって言われないとダメだからね。 俺はその時風俗は終わったって思ったよ。風俗嬢にまた来てくださいって、もう本当にありがとうございましたって言われる、感謝されるようにならないと。風俗嬢に逆に感謝されるようにならないと。やべえな、これ全部飲んでんじゃん。これ1本開けちゃったんだけど、飲みすぎ？これ1本開けちゃったよ俺。どうしよう。やっぱ酒は悪魔だな。酒は悪魔だわ。開いちゃったよ。
開いちゃったよ。やばたん。やる中でしょ。ある中だよね。いやだから君にをさせない女なんてもうそれ俺のこと愛してんのって疑った方がいいよ。元カノ、いやお前俺のこと愛してないでしょって。普段飲まないよ俺、うん、風俗嬢にじらすのうまいねって言われた、うん、あ褒め言葉なのかな。普段飲まないね。お酒っていうものを禁止してるから。君にさせてくれないのは好きじゃないと思います。うん、なんかその臭いとか匂いがダメとか、もう俺からすると愛してるのかよっていう。いや愛してないでしょ。そう、汚いからって言われて結局させてくれる。いや君にさせない女なんかそんなもう終わってるよ本当に。あとフェラしない女も本当殺意湧く。フェラしないやつはマナー違反でしょ。何なの。うん、いやそういうことだよ。アルパカかっこいいなお前本当。それツイートした方がいいよ。それ俺リツイートするわリツイートするわ。英語、いや殺意湧くでしょ。フェラーしないって何、バカじゃないの本当に。いや結構殺意湧くでしょ。フェラーしないってなんだよ。殺意湧くわ。君とは分かり合えないんだよ。いやただ入れて動いて、ああもう人間やめますかっていう話だね。舌がつるまで舐める。あー愛してるんだ舌つった舌引っ張って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 舌から舌引っ張って舌引っ張ってつって何何ってなるよね。彼女びっくりポカーンだよね。いきなりね、君にされてたらいきなり、たつった、たつった、下引っ張って、下つった、たつったって。どういうことってなるよね。引っ張って、引っ張って、つって。ビーってね、うん。かっこいいわ。鉄間ナイスコメントだね。全然意味わかんないよね。そういう AV 欲しいね。そういう AV なら見てみたいな俺。まあ嫌いから始まる関係は強いと思います。おやすみ。ポケモンつまらんつって。おやすみロイド。ブリーンさんバカありがとう。
ちょっと待って、俺、ツバニャンに説教しよう。なんか、ツバニャンがくだらねえこと言ってるから、ツバニャンに説教してもいいですか？ツバニャンがさ、なんか、意味わかんないタイトルでやってんの。本気で愛してた。でも愛してもらえなかった。はぁって感じじゃん？はぁって感じじゃん？何？本気で愛してたけど愛してもらえなかったって。どういうこと？どういうこと？それ本気で愛してないでしょ？ああ運命とは皮肉なもんだな。和道で寝落ちし、和道で起きる。ああ、もう宇宙の真理だね。いや、もう説教でしょ、こんなもん。いや、説教でしょ。本当に。俺が、だって、本気で愛してた、でも愛してもらえなかったって何？何それ。そんなの愛でも何でもねえから。うん。かまちょ。かまってほしいの、本当に。かまちょなの。もう、しりがるって思われたくないだけでしょ。なに、そんな愛ってそんな軽くないから。愛ってそんな軽くないですから、もう。あ、まあ、向こう配信中だから、なんか、売名とか言われたら傷つくから、やめとこう。枠内でディスるぐらいにしとこう。うん。ブロックされてんだ。いや、もう、ちゃんちゃらおかしいでしょ。ちゃんちゃらおかしいでしょ。お前の愛ってそんなもんなのっていう。人のこと本当に愛したことあるの？うん。笑わせんなよ、本当に。うん、やめとこう。お酒で人に絡むとかも最低なやり方だから。うん、最低な人間のやり方だから。人としての道を踏み外すところだった。またアンチ増えちゃうからね。うん。思われないかな？大丈夫かな？そこそこ有名だからな。あんな俺がのんちゃんに代わってぶっ殺してやるとか言って、ただの殺害予告だからね。ダメだよ。ちょっとぶっ殺してやれば言い過ぎだよ。それは警察に捕まるからダメだよ、三三五。あんなの警察に行って。うん。どれは再放送だった？何どれは再放送って。なんか、調子悪いみたいだな、どれも。だから調子乗りすぎなんだよ、色黒。いや、本当にそう思わない？調子乗りすぎなんだよ。ほんと、ちょっと閲覧が出たからってさ、大したことないのに。正直喋りもそんなに上手くないかんね。うん。ただ、年取ってるから情報量が多いから、なんか騙されてるだけで、人が人を呼んでるだけなのよ。うん、あんなん大したことない、すぐ消えるよあんなの。前さんが交流されてる時爆走にお前が言って何ができるんだよってコメントしたら一発ブロックだった。あーギリギリだね。あ、ツバニャン知らなかったんだ。ツバニャンはもう超有名だよ。ツイキャスでも一番嫌われてるぐらいのトップランカーだよ。トップランカー、最前線を突き走ってきた人だよ。ろれつ回んないの？大丈夫なの？うん。いや、ちょっと最近ひどいからね。ろれつ回ってないとかも、末期の症状じゃん、パンチドラッカーの。末期の症状じゃん。大丈夫なの？ろれつ回んないって。そう、もうどれおじいちゃんだかんな。言っても54歳だかんな。江戸時代まで、なんだっけ？江戸時代とかの人間の平均寿命って確か40歳とかだったんだよね。50歳とかだよね。40歳とか50歳が人生だったわけだから、どれおじいちゃんは江戸時代だったら死んでるんですよ。よくよく考えたら。そりゃ60歳になったら、ちゃんちゃんこ着せるわな。うん。大丈夫かな？長生きだよ。でもね、俺ね、ドレさんは正直、これディスね、これはディスじゃないんだけど、早死にだと思う。60代半ばまでが寿命だと思ってる。で、それなんでかっていうと、あれだけ、54歳であれだけ過酷なトレーニングやってるんだよ。毎日ジム行って、毎日8時間ぐらいトレーニングやってるんでしょ？ 6 時間から。
あのね、酸素って毒なんですよ。で、酸素をガンガン供給してるわけだから、多分寿命は短いと思う。ぽっくりいくと思うよ。血管破れる系だと思う。いや、機嫌悪くないよ、のんちゃんの。のんちゃんの気持ち分かってる。俺、のんちゃん愛してるよ。ありがとう、335。俺はのりこを大事にしてるよ。うん。活性酸素、そうそう。よく知ってるね、活性酸素。そう。有酸素運動する人は短い、ね。そう、短いの。だからドルさんは血管バチンって脳みそを切れるか、心臓グッっていうタイプでしょ。だからもう余生だよ、余生。ドレおじいちゃんは。うん。おい、峯岸いらっしゃい。お疲れ。ビタミン、ミネラル、まあ、取ってるとは思うけどね、本人も自覚あると思うから。うん。自覚あると思うよ。あの、AKB の峯岸もなんかブスなんだか可愛いんだかよくわかんねえよな。何なんだろうね。お疲れ。うん。ブスなんだか可愛い。俺は愛嬌あってすごい努力家の女の子だと思ってるから、峯岸は結構好感持てるんだよね。AKB の中で。あの子努力の子だよね。逆に早死にしないとそのまま先まで面倒見れないだろう、誰も。いや、どうすんだろうね。いや、なんかドレさん見てるとね、あの老人の孤独死ってあるんだなって。本当に日本が直面してる問題だなっていう。ちょっと俺はやっぱり解決していかないとと思ってるよ。ドレさんを見てて。うん、さっきどうしたの？うなちゃんマンはどうだろうな、長生きすんのかな。どうなんだろうね。ちょっとわかんねえな。ちゃんマンは神だかんな。AKB はね、俺パルルが好きなんだよね。顔だけで言うならパルル。顔だけで言うならパルルだけど、付き合うんだったら俺サシコを選ぶかな。あいつ絶対頭いいでしょ。サシコは頭いいから。付き合うんだったらサシコ。顔がいいなと思うのはパルルだね。うなちゃんマンは肝臓をやられてるかな。俺は結構自分で長生きだと思う。サシコ頭いいよね、あいつね。なんかコメント力があるっていうか。あ、さっきごじいちゃんなの？うん。オッケーオッケー。サシコはエロいね。間違いない。間違いない。だってさ、自分の名前にサシハラって名前つけるぐらいだからね。絶対エロいでしょ。サシハラだよ、だって。なんだろうね。サシコは、なんだろうね。地元にいるエロいブスって感じだよね。戦略的だよね、うん、何を指すんだろうね、聞いてみたいね。腹っぱで指すんだろうね、うん、なんかね、昨日スキヤ行ったらスキヤの牛丼うまくなってたんだよね。何言ってんだろうね。目を整形しておかしくなった。まあまあまあ、もう整形が当たり前だからな、芸能人は。なんか整形してない人なんかいないでしょ。逆に8割ぐらいしてるんだ。あ、わかる。ブスだけどベッドで輝くタイプだよね。あ、すっごい可愛い子ってベッドでブスになったりするときびっくりするんだよね。だからね、ブスな子ってベッドで輝くんだよ、本当に。わかる？この理論。ベッドの上で咲く花があるんだよね。まゆゆは、俺はタイプじゃないかな、まゆゆは。あの子は多分女性票が多いんじゃないかな、まゆゆは、意外と。男性票少なそうな気がするんだよな。いや、あるでしょう。ベッドの上で咲く一輪の花。ブスはベッドで輝く。いや、本当に本当に。俺はブスの奇跡って呼んでるんだけど。ブスほどベッドの上ですごいことになるっていうか。
だからブスはもっと自信を持ってほしいんだよ。私ベッドの上ではすごい綺麗なのって言ってほしい。で、美人な人って本当になんかね、ダメなんだよね、ベッドの上だと。ブスの方がエロいよね。あー、わかるわ。山本彩はそっち系だね。わかるわかる。モデル系の完璧な美人にエロさわかんない。わかるわー。すげーわかる。うん。あ、俺ね、三浦も、大久保もどっちもいける。どっちもいける、俺は。俺を舐めるなよ。俺和道だよ。もう一回言おうか。俺和道だよ、うん。どっちもいけるわ。なんなら 3P できるわ。美人でも剛毛も、ああ、それはあるね。深いね。うん。なんか弱点がないやつはやっぱりダメなんだよ。うん。まあ、三浦でも大久保でも全然いけるよ。うん。ブスは3日でなれる。そうそう。美人は3日で飽きる。ブスは3日でなれるって。うん。大久保さんエロい体してるからね。いや、さすがでしょ。あのね、違うんだよ。だから分かってねえな、本当に。うん、分かってねえな。そう、弱点はベッドの上ではチャームポイントになるんだよね。なんだろうね、ブスで体がいいってすごいよね。たまにいるよね、すげえブスなんだけどめちゃめちゃエロい体してるって、どういうことってなるよね、これ。何が起こったんだろうって思うよね。うん。三浦よりも大久保さんの方がスタイルいいと思う。三浦はただ痩せてるだけだと思うよ。なんか三浦が女の顔になるめちゃイケのドラマシリーズ好きだったな。なんか誕生日とかのサプライズでたまにドラマ作ろうっていうコントがあって、でなんか三浦が女の顔になるのがすげえ面白いんだよ。いや、俺は言うよ、三浦安子に言ってあげるよ、ベッドの上で。深津絵里みたいで可愛いよって。優しいだろ。深津絵里に似てるって言われないって。言われるって。言われるわけねえだろって。嘘をつくな、嘘を。嘘をつくんじゃない。森さん中宮きついな。ソフマップに出てくるグラビアみたいな感じ。なんかえなこがソフマップに出てたよね、グラビアね。すごいよな、コスプレイヤーがね。ヤングマガジンの表紙とかだもんな。すごい時代だな。でもやっぱりえなこ綺麗だなと思ったけど、ヤンジャンのグラビア見たけど、補正がかかってないってやっぱ芸能人以下だね、可愛さ。やっぱり芸能人肌とか顔、体の作りが違う。やっぱね、サブカルチャー出身はサブカルだよね、所詮。メインカルチャーの本域の人には勝てない。だってえなこっつったらさ、コスプレ界のトップにいるわけじゃん。深津絵里って響きよくない？うん。深津絵里かわいいでしょ。深津絵里、エロいとは違うんだよ。深津絵里は何だろうね。うん、深津絵里好きだわ。すごい、すごい好き。あ、そうなんだ。へえ、鈴木治と同郷なんだ。渋。高岡早紀。深田恭子は、深田恭子は、だから、骨盤がすげえからな。すっげえ丈夫な子を産みそうだからな。すごいよね、なんか。サーフィンのインスタとか見てもさ、エロくないんだよね。顔はめちゃめちゃ可愛いんだけど、ガタイがいいんだよね。めちゃめちゃ。なんだろうね、ケツ。ケツっていうか骨盤がでかいんだよね。本庄の人は顔の小ささが常人と明らかに異なる。あー、まあまあまあ、小顔だよな。伊藤舞子が好きなんだ。深
田恭子は顔は完璧だと思うけど、体は微妙。おっぱいは俺フォルムだってよく言うんだけど、おっぱいのフォルムあんま良くないんだよね。ケツも苦手っていうか。いや、のんちゃんいい体してるからね、びっくりするよ。のんちゃんって貧乳っぽいキャラじゃん。のんちゃんって巨乳なの知ってた？のんちゃんって E カップなの知ってた？みんなこの情報いるのかいらないのかわかんないけど、今多分タヌキに書かれてるね、速報、のりこは E カップ知らなかった？のんちゃん巨乳なんだよ。しかも美乳だからね。あそうなんだ。へえ。深津絵里は普段の時とベッドの上では性格変わって、普段は強気なベッドの上ではニャンニャン系、なんか丁寧になりそうだよね。そこそこでっかいっつうか、ガリッガリだったの。体重7キロ増やしちゃったの。だからすっごいガリガリですごい巨乳だったの。隠れ巨乳なんだよ。そう、だからアンダーがすごいなかったの。ガリガリだったの本当に。だから相当太ったんだよ今。7キロ太らしちゃったんだよ。そう、のんちゃんおっぱいでかいんだ。意外でしょ。頭いて、やっぱ酒ダメだな、体に合わねえな本当。いや俺がもうこのままだと病気になるって。1日1食でメロンパン1個とかしか食わねえのよ。セブンイレブンのメロンパン1個で1日のカロリーが終わっちゃうので、なんでメロンパン食べてんのって言ったら、和藤さんが3ヶ月前の放送でセブンイレブンのメロンパンが美味しいって言ってたから私毎日食べてるのって言って、えってもしかして俺がセブンイレブンのメロンパンちょろっと紹介しただけで3ヶ月間メロンパンしか食べてないのって言ったら、うんって言うのよ。やばいでしょ、狂ってるでしょ。これ付き合う前の話ね。でもうそんなのダメだよって言って、いやでも和藤さんが美味しいって言うしみんな食べろって言うから私毎日これ1個食べてるのなんでご飯食べないのって言ったら、いや和藤さんに花火投げないとって、和藤さん死んじゃうからっつって、いやのんちゃんが死んじゃうよっつって、で、あののんちゃんに飯ガンガン食わせたの。そう、科学的には一食の方が寿命が長いってやつね。うん、すごいよね、命を削って俺に花火を投げる女だからね。いや栄養がだからガリッガリだったの本当に。びっくりしたよ最初。な、漫画のエヴァンゲリオンみたいな体してな。エヴァンゲリオンのキャラクターみたいな。あ、おやすみなさい、じゅんちゃん。夜遅くまでありがとうございます。バガありがとう。な、肌とかもボロボロだったんだよ。だいぶ肌良くなってきたけどね。うん、肌をかきむしってなんだよ。すっげえ細かったっていうかガリッガリだったね。たくみさんとか知ってるけどね、一番最初の飲んでたガリッガリだった。いやーすごいよね。いやーだからのんちゃんは今まで付き合った女性の中で俺のこと一番愛してたのはのんちゃんだよ、断言できるよ。すごいよ、狂ってるぐらい俺のこと愛してるよ。だって未だにだよ、もう付き合って1年経つんだけど、未だに俺がシャワーから出てきてのんちゃんがずっと見てるのね。で何って言うと、かっこいいって言うんだよ朝パッて 目が覚めて、うわーっつったらのんちゃんが見てるの、こうやって覗き込んでんの、こうやって。でうっとりしてるから、何って言ったら、かっこいいってすごくない？狂ってるでしょ。俺ほんとね、冗談でやってんのかなって思うの、ほんとに。いや、愛されてるよ。腰から下が長い。まあ、チンチクリンだからな、背は低いからね。一食の方が科学的には長い。だから食事の数が増えれば増えるほど寿命が短くなるっていう統計データが最近出てる。自信、あそこまでガリガリじゃないけど、
あのさ、青い風が今っつってさ、綾波レイとさ、アスカのシルエット、裸のシルエットをこうやって交差するんじゃん。あんな体型だった。もう要は、異様にくびれてて、その異様に足が細いっていうか、ああいう体だったね。なんかエヴァンゲリオンみたいな体だな、お前って。ミサトさんとかさ、だから、あの、貞本さんが描くシルエットだったね。ガリガリの巨乳。いや、そんなんじゃダメだっつって太らせたら、キューピーちゃんみたいになっちゃった、今。お腹ぽっこり出てて、キューピー人形みたいになっちゃった。今ちょっと太りすぎたから、本人悩んでる。ご飯あんま食べない。あ、まあ、オタクだからね。まあ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 、ちょっと太らすぎたなっつって、あれっつって、お腹がすごいことになってるよっつって、夜はシンジ君と初号機みたいにベッドで買ったり、あーどうなんだろうな。でもさ、のんちゃんがなんつうんだろう、まあいや、俺はだから、そのもっと俺のセックステクニックをのんちゃんは語るべきだと思うよ。和道さんのセックスがいかにすごいかっていうのをもっと語ってほしいんだよね。でも嫌なんでしょ、言いたくないんでしょ。和道はすごいと、和道のセックスはすごいと、暴走モードだと。でもね、のんちゃんしか証明できないからね。俺がいくら言ったってね、嘘だ嘘だってなっちゃうから、ちょっと勘弁してよっていう。暴れ馬ですよ。暴れ馬。もっと言ってほしいけどね、のんちゃんには。頼むよって。暴れん坊将軍ですよ。言ってほしい。だから男としてはセックスうまいのはさ、いいことじゃん。悪いことじゃないじゃん、別に。いや、和道さん本当にすごいよ、と。いや、もう嘘みたいだよ、と。いや、マジだ、と。言ってほしい。寝言でマグロっつったな、こいつ。すげえな。あんだけ酔っ払って、泥酔して、寝言でマグロって後ろから飛んできたから嘘だろ。俺マグロか、いや俺マグロか。いや、マグ営業妨害でしょこれ完全に。なんでそんな、なんか、マグロ野郎みたいな。またタヌキでマグロマグロって書かれるんだけど。高倉健かなって。高倉健じゃなくね、マグロ釣る人は。死んじゃったよね、あの人ね。俺はマグロじゃねえよ。トビウオだよ。トビウオ。ビッチビチだよ。誰が冷凍マグロじゃん。ていうか、梅酒一本飲むのはやりすぎだな。これ一本はやりすぎだよね。多分。こんなことやってたら死ぬぞ。だってこれ1リットルだよ。で、多分、のんちゃん2杯しか飲んでないの。で、俺、5、6杯飲んでるんだよ。どう思う？これ1本は絶対やりすぎだよね。多分、これ普通の人ってさ、1週間ぐらいでこの量開けんじゃないの？ちょっと飲みすぎじゃない？どう思う？これ美味しいね。安い。これで800円ぐらい ?700 円ぐらい。これ美味しいよね。頭痛い。
マグロじゃないって。糖分かなりあるよね。いや、わかってるんだよ。甘いもんだって。角砂糖ビッタビタでしょ。いやうまいんだよ。さらりとしてるから大丈夫とかないわ。うまいよね、梅酒ってね。梅酒はうまいんだよ。自分でつけたりしたらまたうまいんだよな、梅酒な。なんだろうね、自家製梅酒ってあれなんでうまいんだろう。あれ多分アルコール度数上がってるよね。なんか家で作る梅酒ってさ、アルコールギンギンになってない？多分 30% とか 40% とかになってるよね、あれ。発酵して。あれだから、自家製梅酒って確か密造とかで捕まっちゃうんだよね、厳密に言うと。アルコール度数高すぎて。まあそこまでやる、ね、ガサ入れとかはしないだろうけど。梅酒はやっぱうまいね。のんちゃんがでもお酒全く飲めないのにグビグビ飲んでたからちょっと可愛かったな。ベロンベロンになってたから。ちょっと可愛かったよね今日ね、のんちゃんね。さっきベロンベロンになってなんかわけのわかんないこと言ってたから。酒税法だっけ、なんか法律あるよね。なんか何度以上のアルコール作っちゃいけませんみたいな。自家製でアイスクリーム、あー美味しいね。そりゃ太るわ。アップルパイ温めてアイスクリームかけたりとかめちゃくちゃうまいよね。なんだろうねあれ。家に何十年ものの梅酒あるけど完全に薬。喉が痛い時スプーン一杯舐めると痛いの治る。へえ。何十年ものの梅酒って何、継ぎ足し継ぎ足しみたいなこと？それとも何蔵の中にずーっとあるみたいな。なんか寒いところに冷暗室みたいなところにも。さすがにね、もう腐ると思うよ。それはやばいと思うね。継ぎ足してるちゃんと。腐らないか、酒だから。でもね、あんまり衛生上よろしくないような気がする。何十年もの、すげえな。まあでも薬だろうな。もうその域まで行くとなんか魔法がかかってるし、プラセーボ効果で治るんでしょ、もう。あの梅酒飲んだらなんか全部治るみたいな。ひろみさんは脱です。15年もの？え、なに？それは継ぎ足していくの？それともずーっと寝かせるの？早く飲みなよ。俺毎年全部開けてたよ、家族で。で、ばあちゃん怒ってたもん。お前らは飲むなっつって。グビグビ飲んでばあちゃんブチギレ。だからもうこんなでっかい樽で2つぐらい作るんだけど、母ちゃんと俺飲んじゃうの。で、ばあちゃんがもうワンワンわめくの。もうふざけんなと。本当に。ロックで飲みやがってと。あ、毎年梅酒作ってる。いや、梅酒作るのはいいよね。庭の梅で作るんだけど。梅を干して。継ぎ足してないの？壺に入って押し入れに眠ってんの？それ大丈夫なの？それ飲んだ方がいいんじゃないの？なんで飲まないの？なんで蔵の中にずっと入れとくの？ちょっとよくわかんねえわ。いや、あった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 。カオス。いや、俺の家にもあったもん。古いものは美味しいんだ。へえ。でもなんかいいよね、そういうのね。なんかいいよね。なんか東京とかないじゃん？一人暮らしとか。なんか、浅漬けとかでもいいもん。なんかそういうの憧れるわ。東京に住んでると。氷砂糖の量を微妙に変えて作ってる。はぁ。古いければ古いほどうまい。何なんだろうね。ほこり拭いたり手入れはしてるんだ。すげえな。そのバレーニョの何十年ものの梅酒を一口舐めに行くっていう配信とか面白い。そういう完全身内向けの枠をやりたいよね。そう、バレーニョの家にお邪魔しますって。あ、誰？みたいな。あ、バレーニョは。あ、友達？みたいな。
何これって家族からしたら何なんこれみたいな、どうもーっつってカメラ持ってさ入って、うん、うまいよね梅酒ね。酒の密漁はいいのにタイマーはダメなのよ、わかりましたかって。もう何でもタイマーじゃん、もう何でもタイマー、もう何なら吸ってるでしょ日本で、もうスポイト持ってね、もう何なら吸ってるからな、カオスは多分。いやだけどタイマって初犯で捕まったらどれくらい実刑食らうの、執行猶予、それともどれくらい入るのかわかんねえかんな。タイマって初犯だとどれくらい食らうの。アルコールの角が取れる、はいはいはい、ブランデー、はいはいはい、吸ってしょうもないな本当に。タイマーは正義、タイマー好きだよなお前らな、働け全然飲んでないってわけじゃないけど強すぎて薄めて飲んだりしたから量が減らないってのが正解。量が減らない、あーなるほどね。 Hey hey with the timers、 タイマーを持ってる。あの歌ってコード進行ないのかな、俺あの歌がタイマーズで一番好きなの。タイマーズのテーマだっけ、タイマーズのテーマのさ、俺実はさ、デイドリームビリーバーよりも好きなのね、うん、ないかな、ないか。タイマーを持ってる、あーやっぱコードがないからコードわかんないわ。まああれってね、 NHK でやってねダメになったやつだもんね、うん、ないわ、落ちてないね。放送禁止の歌だもんな。メリージェンの、メリージェンの歌なの？へぇ、うん。薬物はダメよがなぜか出てきた。人間誰でも心にタイマーを持ってる。いや、だからタイマー吸ったことないとわかんないからな、正直。もうだから俺の中で、その、なんつうの、要は童貞なわけだから、うん。もうそれは永遠と、いくら話したところで俺は理解できないからね。偽善者という歌もいいんだ。偽善者は結構あるね、落ちてるね。偽善者は落ちてるわ。でもあの左翼の格好ってすごいよな。ヘルメットにサングラスにタオル巻いて、あれはなんか、でもなんか学生運動とか楽しかっただろうなって思うんだよね俺。なんか学生が、いや、お祭り的な感覚でやってるのはわかるよ、本当に国変えようなんかしてないっていうか。でも学生運動は絶対青春の1ページとして楽しかったと思うんだよね。あの時代に生まれたかったわ。周りは罠、ガンジャガラメー。あのね、クソカスカオスにね、あのブリ炙りブリとかね聞かせたいんだよな。ブリ炙りブリ、ブリ炙りブリって。あとなんだっけな、もう全部タイマーの歌なんだけど、あれなんて歌なんだろう、なんてバンドだったっけな。ブリ炙りブリって、なんかそうマイナーなんだよね。ブリ、あ、ブリブリ炙りブリ、なんだっけ、ブリ炙りブリ、
大麻の、いやもうバリバリ、もう全部バリバリのそういう大麻系の歌しか歌わないバンドなんだけど、俺多分あの時代だったらカリスマになってたと思うよ。ブーリーあブーリブーリー、なんだっけ、なんていうバンドだったっけな、かっこいいんだよね、レゲエなんだけど。レゲエ、バンド、タイマ、なんだっけな、バンド名が出てこねえな、うん、ハマチ？なんか結構そのローカルで結構有名なんだけど、すっげえかっこいい音楽なの。普通に音楽がかっこいいの。ブリアブリブリと、なんて曲名だったっけな。ダメだ、出てこねえわ。出てこねえ。すげえかっこいいよ。もうずーっとタイマンで、いや、ただブーリーブーリブーリーっつってるけど、音がめちゃめちゃかっこいいの。これ本当にインディーズみたいな、めちゃくちゃかっこいいのよ。もうだからブリブリな状態で作ってるんだろうね、多分。もうガンガンに決まってる状態なんだろうね。ネタ話ばかり？何ネタ？あ、ネタ？そうなの？あ、でもリスナーさんから、その、まあ、新宿の超有名なラッパーの話とか聞いたけど、あの人はテレビ出ちゃダメだよって聞いたね。未だに結構すごいから、よくテレビ出れるな、みたいな。まあ、誰とは言えないんだけど、まあ、新宿の有名なラッパー？うん。全然未だにプッシャーの元締めだからね、みたいな。すげえ、みたいな。いやいや、匿名、名前は書かないでください。はい、キングジョー、お疲れ。のんちゃんは大麻まずいだろうね。俺もまずいと思ってる。俺は違うんだよ。実は俺、座禅で結構ニルバーナ状態とか、セックスでニルバーナ状態、スポーツでも何回もあるの。だから、完全に開くの分かってんの。だから、もう、ハマるって分かってんの、正直。要は脳が開くっていう感覚は持ってるから。で、なんなら、多分、みんなが、普通の人が、ブリってる状態の感覚は、俺は体感で出してるんだよ。いや、思ってるほどすごくないぞ、つって。いや、俺はハマると思う。俺は絶対ハマる自信がある。酒の方がえぐい。もうガンガン入れてるからね、今日。でもボブマーリーがその大麻について語ってる、これただの草だよって、草吸ってんだよ、草だよって、その辺に生えてる草吸って何が悪いんだよって、ブリブリになってんのが面白かったね。トビが先に持っていかれる、トビが先に、ワド君の友達に3年吸って何を得た、しこって寝ただけっていうのが笑えた。いやいや、そういうことでしょ。だから、そいつはすっげえ大麻、要はカオスみたいに、大麻推しなわけよ。大麻すげえみたいな。まあ、カオスはそこまでひどくないんだけど、要はもうなんか、草を神格化しちゃってんの、そいつは。で、3年後会いに行ったら、いや、何を得たのって、3年間吸い続けて、やめたって言い始めて、ほんまに好きだったじゃん、つって。大麻なんでやめたのって聞いたら、いや、オナニーして気持ちよかっただけだったわ、つって。気づいちゃったの、そいつは。そう。いや、俺、結
果おんなんかオナニーしてただけなんだよねっつってね、うん、あカオスは推してはないんだ。あでもタイマーすごい好きじゃなんだろうね。カオスのポジションがだからまだよく分かってないんだろうね。俺は推してはいないんだ。うん、でもそのなんて言うんだろうな、だとだから酒もそうだしタバコもそうだし、そのマリファナもそうなんだけど、なんかマウンティングの取り合いが酒の方が悪いとかタバコの方が悪いとかそっち側に持っていこうとしてるじゃん。いや俺からすると全部毒だよって感じなの。煙吸って体にいいわけねえし、ね、マリファナとタバコね、こんなに意識を明定して頭痛くなる飲み物毒だし全部悪いからっていう、俺からすると俺からすると全部毒なんだよ。そう強い弱いとかじゃないんだ、全部毒前提の話なんだ。おあ俺泥酔オナニーはあんまないかな、うん、出てこねえ、ネット上に出てこねえわ、その大麻のバンド、レゲエバンド、インターネットで出てこない情報ってすごいリアルだよね。そう全部毒なんだよ俺からすると。やべ、そのレゲエミュージシャン教えたいんだけどな、出てこねえわ。すげえ聞きたいのに。うん、まあなんだろうね、なんだろう、なんだろうな、タイマ、タイマね。いや俺はもう正直いつかタイマ吸うんだろうなとは思ってるけどね、いつかタイマ吸うんだろうけど、なんだろう、なんだろうな。え、そ、例えばなんだけど、例えばだよ。例えば、32歳、新宿在住、始末孝光容疑者が、大麻所持取締役法で逮捕されましたって言ったら、みんなは、よくやったーみたいになるの。うぇーいってなるの。わどーよくやったーみたいになるの。それとも、なんか、オレオレ詐欺の時みたく、生活保護の時みたく、あいつは悪いやつだ、みたいな、アンチが増えるの？なんなの？その、俺のリスナーはなんでそんなブリブリなの？みんな。ワドー、ウェルカムみたいな感じなのか、ワドー、イェーイお前も吸ってんじゃんみたいなウェルカムモードなのか、アンチが増えるのか、いや、ただの犯罪者でしょ？いや、わかんない。どれくらいパクられるのか知らないから。アイワドツだからどっちなのみたいな。だってあとね、32年間生きててマリファナをどこで買うのかを知らないってすごくない？32年間いろんなお店とかいろんな人と出会ってきてどこで買うのっていうのはあるよね。うん、うん、あ、でも成田の駅前にポカライオっていう店があって、そこなんかそのヘンプの服とか売ってて、吸引器とかも売ってて、俺中学生だったんだけど、すいませんっつって、これ見たいんですけどっつったら、おね、今考えるとわかるんだよ。お姉ちゃんもガンガンに決まってんのよ。トローンってなってて、あ、今ネタないよ。今ネタ入ってないっ
って言ったけど、俺意味が分かんなかったの。あ、そうじゃなくて、これタバコの、あのパイプですよねみたいな、これってどうやって使うんですかって聞いたら、あの今ネタ入ってきてないって言ったけど、その店1年で潰れたね。だから今考えると、あの成田の駅前にあったポカライオって店は多分マリファナを売ってる店だったんだよ、思いっきり。お姉ちゃんブリブリだったもん、うん、教えてやろうかっつって。特に新宿に長年住んでて知らないの。俺5年だよ新宿、長年じゃないよ。買わない、譲り受けるんだ。うん、ポカライオっていう店があったので、俺はそのエスニックファッションの店だと思ってたの。だけど出入りしてるやつら、やっぱなんかタトゥー入った不良ばっかりなの。駅前だよ。でお姉ちゃんいつもガリッガリで決まってんのよもう完全に今考えるともうガングに決まってるお姉ちゃんだったんだよ。ポカライオってどういう意味なの。吸ってしまったら無実ね。ラッシュはコークの飛びを飛ばすだけ。何言ってるかもう全然わかんねえわ、うん、ポカライオって何なんだろうね、うん、完全カモフラージュっていうか、いや普通になんか俺はタバコのなんかだと思って、葉巻とかなんかパイプかっこいいなみたいな感じで、これって何どうやって使うんですかみたいなので、なんかネタはまだ入ってないのと言ってうん、まだもう少し待ってねとかよくわかんないこと言ってんだよね。大麻堂は売ってないでしょさすがに。大麻堂ってだって有名すぎるな。俺でも知ってるぐらいなんだよ。ポカラっていうのはネパールの土地の名前なんだ。あ、群馬で大麻売ってる喫茶店あった。ほー、だからどういうシステムで、元が誰で、そのどういう経路で下ってくるのかとかわからないじゃん。だからそれが不思議だなと思うよ。どこさんで仕入れてるのみたいな。まあヤクザとかなんだろうけど、誰がどうやってどういうルートで運んできて、どうなってどうやって庶民の手に届くのみたいな。大麻堂の朝A さんは大麻好きだけど、一応日本ではやってないことになってる一応日本ではやってないことになってるって、もうやってるでしょもうその言い方は確実にただやってるんだよ一応日本ではやってないことになってるって全部やってるじゃねえかっていう、うん、新宿の黒人のキャッチなんで聞くの。ガンジャプリーズっていうのなんて言えばいいんだろうね、うん、だからさ、うん、会った時はブリブリだったんだよやってるじゃねえかよ、うん、うん、やってたんじゃないの。やってたでしょ。なんかやってるやつがやってるって言えよって思うの。やってるやつほど声を張り上げるべきだと思ってんだよね、うん、やってるやつがなんかその隠れちゃわないで、そのなんつうんだろうな、こういう風になってもらいたいのね俺はわかる。こういう風にもうやってますよーって、でも広告塔になっていってほしいのよ。もうやってるじゃんこれで 100% やってるじゃん、お疲れさんぼーっつってね、うん、だからこれが正しいやり方だと思ってるの俺は、うん、そう、うん、は、え、1g 8000円とかは相場なんじゃないの、わかんないけど。だから何が安くて何が高いかわかんないから、うん、これは飛び降りるよねそれは飛ぶわっていう、すげえよな。1g 3000円で十分。ああ。1g で10回分なんだっけ ?1g で何回分なんだっけ ?グラムでどれくらいなんだろう。だからさ、その1g っていう単位ってさ、俺ら料理とかでしか使わないじゃん。料理でも小さじ1杯とかいうレベルじゃない。1g がどれくらいの分量なのかとかよくわかんないよね。
10グラム、あ、じゃあ3万とかで払えってことなんか。1グラム6000円。やっぱカオスはだから上の方にいるんだよね。お前プッシャーじゃねえかよっていうね。そう。相場が、だって、ヨシさんの相場が6000円だっつってんのに、だってカオスの相場が、その、在庫を多く抱えないといけなくて、相場が安いって、お前ただのプッシャーじゃねえかよっていうね。ジョイント1本ガチガチに巻いて3グラム。3グラム。ってことは3回分高くね？ジョイントっていうのは1本吸うってことでしょ？だからプッシャー価格なんだよ。元締め価格なんだよ。元に近いところにいらっしゃるんだよ。カオス先生ぐらいになると。いやーよくわかんねえなー。じゃあその国、外国とかで作ってるわけでしょ。外国はいくらで売ってんだとか気になるよね。花火上げてあげるわ。あー、じゃあもうガン決まり状態なんだ。吸えないってことね。LA ストリートなら5ドル。安っ。てか、なんで大麻合法化しないんだろうね。ニューヨークは10ドル。今体にいいって話もあるからね。分かんない。価格の相場がだからよく分かんない。いやだからカオ、いやだけど俺カオスが作った T シャツ見たんだよ。スズリのデザインのセンスあるな。デザイナーできんじゃないの。カオス、カオスの T シャツすげえデザインかっこよかったよ。アメリカのちゃんとした店は、あー、1グラムか。じゃあ1グラム、あれかっこいいよね。朝の T シャツね。ちょっと欲しいなと思って。いや、あの定番みたいなカオスが押してるやつ欲しかったけど。ジョイント受けながら、あ、吸いながら。それ動画撮らない？カオス。非公開動画ね。それは残しておくべきだと思うんだよね。あの、カオスもそれ撮ろう。撮りましょうよ。俺ちゃんと編集するから。いや、公開するかどうかは置いておいて、公開するかどうかは置いておく、保留。ただあのね、もうそれは動画に収めておかないとダメだよ。後世に伝えていかないと。あー、俺がいいなと思ったのはこれだよ。このこれは普通に、ああ、すげえセンスあると思って。これカオスがデザインしたんでしょ？これ。アサモン世田谷って書いてあるけど。これカオスデザインでしょ？普通にデザイン力ありすぎるでしょ？かっこいいよね。そう。これ普通にかっこいいし、なんか、ブリってんなと思って。あと、俺が一番響いたのはこれ。間違いなく響いたのはこれ。これが響いた。これがもう、あ、これは、その、すずりで全面プリントじゃなくて、後ろにプリントされないから、これは、この柄で欲しいと思ったもん。これは最高だと思った。これデザインとしてすげえ優秀だと思って。これすごいよね。いいよね。かわい、かっこいいよね、これ。デートで着ていったらダメだよね、これ。いやだからアーティストだよね。このカラフルなやつは俺響いたけど。
いや、似合うだろうね。だから俺の周りにいるやつ、マリファナ吸ってるやつばっかりなんだよね、昔から。何なんだろう、うん、そうだね、両家の顔合わせにぜひね、うん、片面だからね、うん、インドまで連れてってくれたら目の前でシャラスをシラムで炊きまくってよだれだらしているところ動画で撮らせてあげます。何言ってるか全然わかんない。カオスの専門用語がよくわかんねえからな。インドまで連れてってくれたらしかわかんなかったね。目の前でシャラスをシラムで炊きまくってがよくわかんないな。チャラスをチラムで炊きまくるっていう言葉を俺は生まれて初めて聞いた。うん、何言ってるか全然わかんねえ、うん、え、何、俺インドカレーとか普通に食いたいんだけど、インド行ったら。インドカレー食いたいとか、なんか、なんだ、なんだっけ、あのラージマハルだっけ、ああいうの見たいとかなんだけど、あのチャラスをチラムで炊きまくってっていうその専門用語が全然理解できない。あー、つって、ダメだ、 URL 見ないわ。つって超絶美人、超美人が質問したんだけど、海外でドラッグするのは政府に、素人か、超絶素人が質問したいんだけど、海外ドラッグするの政府、一応違法、ただ取り締まらないっていうグレーゾーンになってるだけ。一応日本国内の法律は的には違法っていうふうに国は言ってるんだけど、取り締まったケースがないってことね。こういう状態、え、それバンになるような内容なのかな。いや、キャプれないわ、ごめん、見ない、大体想像つく。ドラッグはダメでしょ。チャラスをチラムってググっても多分出てこないでしょ。旅人だよ、カオスは。日本に帰ってきて、あのね、違うんだよ、ドラッグ、例えば大麻の問題っていうの、大麻所持って言って大麻を持ってるっていう物が出てきて逮捕されるの。だから大麻を吸うことによって逮捕された事例ってないの。意味が分かんないでしょ。だからそれが大麻問題なの、日本の問題。要は大麻って覚醒剤とかも同じように報道され続けてきたけど、実は日本人ってもともと大麻文化なの。麻の服とか七味唐辛子の七味の中に大麻の麻の葉っぱとか、釈迦が食べてる鳥の餌とかに入ってたのよ。で、食べることもしてたし、着るし、麻袋って言って、もう日本は大麻文化、麻文化なの。だけど GHQ が無理やりそのタバコとかを普及させるとか、バイオエネルギーさせないっていうことで、その吸わないようにしていったんだけど、法律がぐちゃぐちゃになっちゃった。谷さんいらっしゃい。そう、だから吸って捕まったやつはいないってことね、もう簡単に言うと、うん、麻袋とかね、うん、そう、それが日本だけで起こってる、その麻、要はもうタイマー解禁しようって言われてるの。そう、所持 NG の、だ、所持してるってことは吸うってことじゃん。そう、マッカーサーだから、だからそのウォーギルとインフォメーションプログラムとかそういう話になってくんだけど、そういう話するとあのついていけなくなるからやめよう。 THC は弱かったらしいけど、日本の朝は弱い、うん、だからどちらかっていうと生活に使ってた感じだね。朝をでブリってるっていう、吸うっていうよりも食ったりとか道具として、朝の着物とかあるわけじゃん、着物、うん、うん、いや、大麻好きなんだよ、ネットミンは。今の THC 保有量は当時の数百倍。あー、要は品種改良してガンガン上げていったってことでしょ。だって北海道とかのリスナーに聞いたら、いや、朝なんかお前生えまくってるぞって言うもんね。、うん、そう、シミに入ってるし、北海道のリスナー言うよ、いや、富士山の樹海とかお前朝だらけだぞって、北海道とかって、そうそう、朝縄とかね、うん、うん、そう、
だから大麻好きな人からしたら、もうそんなぐちゃぐちゃ法律ならもう吸ってんだからっていう、もう解禁してくれって言ってんの。大麻で人殺したとか殺人事件起こったなんて聞いたことないでしょって。お酒で人ぶん殴ったとかあるじゃんっていう。大麻ってどちらかっていうとトローンとする、ほわーっとする多幸感がある感じだから、動かなくなる感じなの。だから人を殺そうとかじゃなくて、ハッピーみたいな感じのものだから、人なんか殺さないし事件なんか起こんねえよって言ってる、うん、まあ日本に早い自制してんのはまあ聞かないだろうけどね。でも一応その国は見つけたら狩らないといけないっていう法律だからね。コカインの葉っぱのお茶、あ、まあだからそのドラッグが必要な、それはそうでしょ。あの空腹を紛らわせたりとか死ぬ危険があるから。母親たちは怒る。大麻吸ったら何、幻覚とか見るかどうかは俺は分かんないから、みんなに聞いて、コメント欄に聞いて、うん、俺は分かんない、吸ったことがない。大麻興味があるかないかで言ったら興味ある。他の葉だけでは効かないんだ。ベルセルクのガッツでもコカの葉噛んでたよ。聞かないのあれ。酒が売れなくなる、裁判が簡単だが税金取ると大変。あ、石灰を混ぜないとダメなんだ、コカの葉と。まあ、ドラッグソムリエがいるから今赤いサムネのドラッグソムリエがいるからドラッグドクター。あーっていうよね、うん、音と視覚と味覚が変わるっていう。いや、飯がめちゃめちゃうまいっていうよね、うん、だって海外で生活してた頃なんかカオスなんか全てのドラッグ経験してんじゃないの。 MDMA とか覚醒剤とか全部経験してるでしょ多分、うん、物を見る角度が変わる。あ、知らないドラッグないでしょ多分。ソムリエだよソムリエ。だあれだよ、ドラッグ YouTuber とかになればいいんだよね、うん、DMT がなんだかわかんないな。フラッカというやつ、あー、なんかゾンビみたいになるやつか。アヘンはどうなんだろうね。アヘンはやばいって言うよね本当に。何が一番きついんだろうね。MDMA も体験談聞いたことあるけど超やばいってね、うん、あと時間感覚と羽毛布団に永遠に沈んでいくような、浮いていくような。ほー、アヘンは20代前半でラオスで本場で吸ってんじゃん映画とかになるような話じゃん。20代だからねえ、ラオスの本場じゃん。あのジャーナリストとか潜入してるような類のやつじゃん。本書けよほんと、うん、カオスさんアヘンは20代前半でラオスでって、うん、いやどうなるのか分かんないけど、いやだから無気力になるんでしょ。もうボーっとずっとしてるらしいよねボーっヘロインと覚醒剤、あとは得体の知れないハーブをやんなきゃいいと思う。ヘロインと覚醒剤とハーブ、俺はだからそのハーブを吸ったことがあるのよ。それでトラウマなの。僕の右手知れませんか。知りません、はい、いやもし配信者だからフォローしなよ。のあのカオスの放送で聞きゃいいんだよもうカオスの放送なんか無法地帯なんだからこれ無法地帯だほんと、ブリってるやつしかいねえんだから。コメント欄が何言ってるか分かんねえんだから。ポルトガル行けば全部合法。ヘロインって配信者いた。アヘンは寝てるだけで楽しくなって廃人になる。いや聞いてみな。ただ異様な空気感だよカオスの放送は。世紀末感がすごいよ本当に。カオスは面白いよ。
アヘンは大したことないんだ。やっぱ慣れみたいなのとか相性とかあるのかな。あ、じゃあそろそろ僕寝ます。頭痛いんでごめん。おやすみなさい。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。